ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。こんにちは、アポロです。今日はですね、コピーライティングとパブリックスピーキングは直結するのかという話をしていきます。よくですね、コピーライティングを学んでいるとこういうことをですね、耳にすることがあると思うんですけど、コピーライティングを学ぶとパブリックスピーキングも上達しますよみたいな風にね、言ってるのを聞くことがあるかと思うんですけど、これはですね、半分正解で半分間違いじゃないかなっていう風に僕は思ってるわけですよね。っていうのはですね、そもそもその書く力と喋る力っていうのは直結してないんですね。書くのが上手だから話すのが上手になるかっていう、必ずしもそういうわけではないんですね。一番わかりやすい例で言うと、例えばですね、じゃあもし書くのが上手なんだったら、おそらくそのドラマのですね、脚本家が一番ですね、優れた演者ってことになりますね。脚本家がその脚本を書いてるわけだから、演者よりもよりですね、その話すのが上手なわけじゃないですか。でも実際はそうじゃなくて、脚本家っていうのは書くプロだけども、演じるプロではないわけですね。喋るプロではないわけです。で、俳優とか女優とかっていうのはその演じる方ですね、喋る方のプロだけど書く方のプロではないってことですね。そこは直結してないんですよ。で、別の例でですね、また話をすると、例えば英語ですね、英語勉強してる人は分かると思うんですけど、英語の読み書きができるからといってスピーキング力とかって全然上がってないと思うんですね。日本人って読み書きばっかり勉強するから全然英語が喋れるようにならないんですけど、英語を読んだり書いたりできるかといって、じゃあ英語ペラペラ喋れるかっていったらそういうわけじゃない。むしろ大半の人は読み書きはできるけども全く喋れないっていう状態なんですね。だから読む力と書く力っていうのは基本的には直結してないわけです。ただコピーライティングを学ぶと、その何ですか、どういうことを語ればいいのかとか、どういう順序で物を話せばいいのかとか、そういう話す内容を組み立てる能力が磨かれるので、そういう点においては上達するかなと思います。で、これ話すときにですね、台本を作ったりとか作らなかったりってあると思うんですよ。で、自分の好みに合わせてやればいいとは思うんですけど、基本的にですね、台本ばっかり読むとどういうことが起こるかっていうとですね、台本を読むのは上手になると思うんですけど、トーク力は磨かれないですね。で、台本をしっかりきっちりと作って、じゃあこういう形で話していこうっていうふうになった時にですね、それを読むっていう能力はすごく上手になるかもしれない。もう本当に自然な感じで読むっていう力は身につくかもしれないけども、自分の頭で考えながら喋りながらね、考えるっていうことで同時並行でやるっていうことができなくなる。だから何かちょっとアクシデントが起こったりとか、ハプニングが起こった時にもうあわあわしてしまう、急に頭が真っ白になってみたいな風になるじゃないですか。なんで基本的にこんな感じで台本とか作るなとは言わないですけど、それを読むだけっていうのであれば、全然トーク力は磨かれないわけですね。あとですね、例えばコピーライティングとかであれば、ライティングじゃないですか。で、ライティングって極端な話ですね、何時間でも何十時間でもかけてゆっくりですね、文章を書いていくことができるんですね。例えば書き出しの1行目の文章を例えば10時間かけて考えて書いたとしますよね。で、その後2行目の文章をまたね、10時間かけて考えて、で、やっぱり1行目の文章気に入らないからやっぱり修正してっていうことができるんですよ。だから極端な話、どれだけでもですね、時間をかけてじっくり文章を組み立てるってことはできるんですね、ライティングの場合っていうのは。それをパブリックに公開するまでは何度でも修正できるし、何時間何十時間でもですね、時間をかけることができるわけです。でも話すときっていうのは違いますよね。こういう感じで流れるように喋らないといけないから、じゃあ一言目何喋ろうって感じでじっくり考えることもできないし、じゃあ一言目喋った後に、じゃあ二言目なんて喋ろうってね、何時間も考えることできないですね。一回喋ってしまったことは間違えたから、やっぱりさっきの修正しますみたいなこともできないと思うんですよ。だからライティングはね、じっくりとそうやって時間をかけて文章を考えることができるし、ね、ちょっと気に入らないというか間違った部分があればいくらでも修正ができるんですけど、スピーキングっていうのはそうじゃないですよね。常に流れるように喋らないといけない。そんなゆっくりと、時間をかけてですね、喋ることを考えている余裕はないわけです。なんで基本的にですね、もうそもそもそこは違うわけですね、ライティングとスピーキングっていうのは。なのでこのスピーキングが上手になるためにはですね、やっぱり自分で自然に言葉が出てくるようにしていかないといけないわけですね。僕自身もやっぱり最初はすごくね、話すのが下手くそだったんですよ。
過去にも話したことあると思うんですけど、僕は日本にいた時にですね、ツアーコンダクターという、添乗員と呼ばれる仕事をしていて、お客さんの前にマイクを持って喋ってたりする仕事をしてたんですよね。やっぱ最初の頃って全然喋れないし、言葉出てこないし真っ白になるしみたいな感じだったんですけど、もうそれを回を重ねているごとにですね、もう何も考えなくてもつらつら言葉が出てくるようになるんですよ。でそれがあるから多分今こういうふうに喋ることに対してあんまり苦痛を感じてないというか、スラスラと言葉が出てくるようになると思うんですけど、その何か物を見て喋るっていうことに慣れてしまうと、そういう能力が磨かれないんですよ。でもしあなたが例えばポッドキャストとかもう YouTube だけでしかもう、私は喋りませんって言うんだったらいいですけど、例えばセールストークとか、あるいはじゃあセッションですね、コーチとかコンサルタントだったらセッションとかもありますし、もちろん直接のコミュニケーションもありますよね。あるいはセミナーをする場合、自分がセミナー講師の場合っていうのは、お客さんいますよね。そういう時にじゃあ毎回こう台本のようなものを見て、箇条書きでもいいです、箇条書きの台本でもいいですけど、毎回セールストークのために、あ、ちょっとすいませんって言ってカバンから紙出して箇条書きにしたものを見ながら喋るのかとかね、セミナーも毎回ね、こう台本的なものを見ながら喋るのかとか、もちろん多少のカンペをね準備しててもいいとは思うんですけど、ずっとそれを見ながら喋るのかとかねっていう感じになるじゃないですか。だからその辺でこうアドリブ力が効かない、特にそういう対人コミュニケーション、セミナーとかそういうものも結局パブリックスピーキングの一部になるわけだから、でそういうところですね、生きたコミュニケーションっていうのは相手がいるんで、いつ何時ですね、どういう反応が返ってくるかわからないわけですよ。こういう、インターネット上の、情報発信の場合であればですね、一方通行の喋りになるから、自分の喋りたいことを自由に喋ることができるわけですけど、そこに相手が介在する場合はですね、相手の反応によって自分の喋り方を変えないといけないんですよ。だから台本とかを読んで喋るっていうのは、そういう一方通行で自分だけ喋るときっていうのは、上手に喋れるかもしれないですけど、イレギュラーなことが発生する、要するに対人コミュニケーションが入ってくるとイレギュラーなことが発生するじゃないですか。予期せぬ反応が返ってきて、その時に何も出てこなくなるんですよね。もうそういうものに頼りきっていると、そこでアドリブ力というか、自分で臨機応変に対応する力っていうのは普段から磨いておかないと、マニュアル人間とかね、テンプレート人間になってしまうと、そういう力が磨かれないんですよ。で結局、全ての、最終的にですね、どんなことであっても最後喋るってことに、集約するわけですよ。ライティングで集客しても、最終的にセールストークをしたりとかセミナーしたりとかね、お客さんとコミュニケーションを取ったりとかっていうところは、毎回ね、じゃあこうお互いにパソコンでね、メールを送り合ってやるのかっていったらならないじゃないですか。直接喋ったりしないといけないわけだし、でそういう力が磨かれないんですね。なんでもちろんその台本作るなとか、なんかテンプレートにこだわるなとかっていうふうには言わないですけど、そういうものばっかりにですね依存してると、いつまでたっても上達しない。こういうインターネットでの情報発信ぐらいまでであればできるようになるかもしれないけども、最終的に直接のコミュニケーションとかね、お客さんを目の前にして喋るときっていうのは、そういうことができなくなるわけですね。だから TPO に合わせて臨機応変に喋るというのは大事です。スピーチみたいなパブリックを目の前にしても一方通行で喋るもの、そういう相手からの反応が返ってこないものであれば、台本をしっかり準備しておいて喋るっていうのはすごくいいかもしれないけども、相手もこっちに何か反応を返してくる場合っていうのは、しっかりとですね、そういう臨機応変に対応する力、アドリブ力みたいなものを磨いておかないと、結局何も喋れないというふうになっちゃうわけですね。でその型にこだわるっていうのもですね、時には必要かと思うんですけど、一つ気をつけないといけないのは、テンプレートはですね、いずれ陳腐化するってことです。型とテンプレートって微妙に違うんですけど、ここでは同じものと定義して話しますけど、そういう型があるじゃないですか。いわゆるテンプレートってやつですよ。こういう形でやりましょうみたいなものがあると思うんですけど、それって、陳腐化するんですよね。例えばコピーライティングにもいろんな型がありますけど、もし、全ての人がですね、この型すごいなんかこう効果が出るから、じゃあこれ使おうと言って全員がそれ使ったらどうなるかっていうと、見る側からすると、あ、またこれねみたいな感じになるわけですね。例えばじゃあ自分がね、デートしてて、そのデートマニュアルにこういう、順番で話しましょうみたいな書いてあるから、それに従って喋るとしますよね。で最初の 1,2 回はそれでうまくいくと思うんですよ。でも会うたびに毎回ね、その同じパターンの喋り方をしてたら、何この人みたいになると思うんですね。人間味が感じられないし、それが結構問題なんですね。みんな同じことをやりだす。テンプレートってことはある程度ね、その使ってる人の数がいっぱいいるわけだから、それがみんなが使うようになると、もうなんていうんですかね、そのワンパターンになってしまって、もう聞く側もね、またこれかってなってしまうわけですね。だからそこはしっかりと気をつけていかないと、型にこだわっていればいいのかっていうと、そういうわけじゃない。やっぱり自分のオリジナリティも出していかないといけないし、なんならですね、僕たちっていうのは自分のキャラクタービジネスでもあるわけですよ。そこに個性を出して、
一人一人喋り方とか、もちろん声もそうだし、喋り方の特徴とかね、こう使ってる言葉とかいろんな癖とかって違うじゃないですか。そういうところにやっぱ人間味を感じたりとか、その人を好きとか嫌いとかっていう判断する材料になるんで、それがみんながですね、同じような方で同じような文章を読みながらね、こう喋るだけってなると、そこに個性が生まれないんですね。だから喋るのは上手だけど、なんかこの人全然個性が感じられないとかっていうふうになると思うんですよ。そうすると、まあ、キャラクタービジネスとしては失敗ですね。ちょっと若干話はそれますけど、例えば今のアイドルとかね、僕なんかもうその今の若いアイドルの人とか見ても誰が誰か違いが全然わかんないんですけど、それってやっぱ個性がないからだと思うんですよ。顔とかね、見た目で言うとかなりイケメンだったりとか美人だったりとかすると思うんですけど、一人一人の個性が際立ってないから、なんかみんな同じ見えたりするんですね。でも昔の例えばスマップとかそういうアイドルとかって、やっぱり一人一人個性がすごい強いじゃないですか。だからすごくこう際立つんですね、それが。だからその例えばテンプレートが優れているってのは、要するにその見た目ですよ。顔がイケメンだったらじゃあみんなねいいのかっていうと、みんながイケメンだとなんかもう誰が誰だか分かんないみたいな風になると、それに近いような状態、まあ例えがねいいかどうかは分かんないですけど、そんなような状態ですよ。だからどんなに見た目が良くてもね、周りがみんな同じような顔した人ばっかりだったら、なんかもう誰が誰だか分かんないみたいな風になっちゃうわけですね。もちろん好きな人はその区別が分かるでしょうけど、一般のパブリックの人からするとよく分かんないわけですね。結局それで印象に残らない、この人名前なんだっけとか、そういうこともあると思うんですね。名前も覚えられないみたいな風になっちゃうんで、そうするとやっぱキャラクタービジネスとしては失敗なんですね。僕たちは情報発信をして自分自身も商品の一部であるから、いかにその、ね、自分の個性を出していくのかってことは大事ですので、上手に喋れればそれでいいってわけじゃないですね。僕たちは決して講演家でもないし言語学者でもないと、ね、なんで別に上手に喋る必要ないし、その自分を要するに好きになってもらうとか、そういうところも大事になってくるわけですね。まあ、なので、なんていうんですかね、喋るときはもちろん最初はね、慣れてないうちはそういうものに頼りながら喋るのもいいけども、やっぱり僕も長年ね、お客さんの前で喋ってきた経験を通して言えることは、やっぱり自分の言葉で喋るってことがすごく大事だし、そういうことやってると、まあ、アドリブ力がつくな、臨機応変に喋れるようになるんですね。なので、まあ、ぜひですね、ある程度喋るのは慣れてきたら自分の言葉で喋るってことですね、やってほしいと思います。